はい、皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと収穫をしとりまして、まあ毎日この動画をハッピーチンゲンサイチャンネルを見ていただいている方はね、収穫とどういうことと思われるかもしれませんが、ちょっとこんな状態で、見えますかね、バラで収穫しとるわけですけども、ここはまあ水没、当然ここも水没しとるんですけども、収穫中のハウス、その次の収穫予定のハウス、そしてその次のところということで、まあだんだんまだ成長が若いハウスになればなるほど、こうなんかこう泥のかぶり方も少なくてですね、でここがこれぐらいのまあ汚れなら、ちょっと根元の泥が詰まっとるところはまあ取り除いてですね、ちょっとこうバラでの出荷ということになるんですが、まあそれでも加工用で、受けてくださるというね、秋高田市内にある、株式会社発見という、まあ本社は九州の会社なんですけども、そちらへね、出荷できるということで、まあ JA の砂原君から連絡が来ましてですね、で、この株式会社発見さんについては、先日ね、ちょっとそこのプロジェクト担当の方とお話しした動画がございますので、これはまた後日ね、この株式会社発見さんについて詳しくお届けしようと思うんで、もうちょっと待っとっていただければというふうに思います。はい、そんな感じでね、今日はもうちょっとしたら母ちゃんたちも収穫手伝いに来てくれるんですけども、これの収穫と、であと実はですね、片付けで、そのもう泥がかぶってどうにもならないところ、そこをですね、片付けるのにですね、原田ファームの原田さんがですね、原田さんとこのチャンネルでね、いつも皆さん登場しておられる、楽しく愉快な仲間たちということで、白ネギ部会とですね、佐古直樹さんだったかなと、あとなんかもう大勢連れてね、原田ファーム軍団で、岡田さん手伝いに来ますよということで、ボランティアでね、片付け作業に来てくれるそうなんですよ。でそれもなんかフェイスブックで呼びかけもしていただいてね、本当、まあもうなんて言葉に合わせていいやら、もう感謝という言葉しかもう見当たらないんですけども、はい、でその原田さんたちももうちょっとしたら来てくれるということなんですが、これまたまあ今日もあいにくの雨ということで、いつまで降るんやということですけども、まあまあ作業はハウスの中なんでね、あれなんですけども、まあいつまで経ってもちょっと補助が乾かない感じはあるんですが、まあそんな感じでね、今日も一歩ずつ前に進んでいこうと思います。そんな今日は2021年8月21日でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチンゲン祭。参りました、原田軍団到着。おはようございます。すみませんね、ありがとうございます。どうかったわ、ですか。処理するのが、うん、まあこことここなんだけど、はいはい、皆さんおはようございます。すみません、今日はわざわざうちのあれに来てもらって、母ちゃん起きてちょっと挨拶せん。ほんま皆さんとこも大変なところがあるかと思いますけど、この辺、まあ、うちらほんま物が壊れとらんけかったんですけども、 あっちの山のすぐ下の通りが全部家が住居が浸水したりして、ちょっと西へ行ったらもう土砂が崩れて水田でもみんな壊れとったりして、結構この周辺と、まあ、吉田町がひどかったですけどね。でうちはまあ
チンゲン菜がドロドロになったぐらいで助かったんですけども、まあ原田さんこうやって声かけていただいて、今日はあの手伝いに来てくださいました。ほんまありがとうございます。ありがとうございます。まだまだ下がぬかるんどるんでね、すいませんけども、まあ今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。助かります。はい。じゃああとは原田さんの指示で。指示です。どうしようかね。ほんま見やすい方でコンテナで入れてコンテナを運ぶか。うん。で出してもらっとったらあとは今軽トラ積んでコンテナ捨てに行け。で、たくみとお姉ちゃんも来てくれました。たくみは今日実は誕生日でバースデーパーティーがこんな泥仕事になって申し訳ないけど、たくみらこっち頼むわ。ほいじゃお姉ちゃんもで、こっちはわしらはじゃあこれの収穫で今日出荷予定なんで助かるね母ちゃん。ほんまありがたいよね。うん、忙しいなの、うん、よし、じゃあやっていこう。やってくれてます。朝用事あるんだったんだけど、なくなった。 RCC の方たちも来ました。あれをとりあえずここへダンプにダンプしてもらって後から捨てに行きます。あ、来たね。はい、ここにダンプしてもらって、あとこれをダンプしに捨てに行きます。いやー綺麗にしてもらって、こっちもこっちで助かります。今ついてるわ。ずれたらぶちよくなる。ありがとうございました。ありがとうございました。また日本の農業が元気になる番組作りに頑張ってください。RCC の敏腕ディレクター山本さんでした。RCC 撤収です。失礼いたし。ここは全部白ネギ深いですか？これは全部田坂さん。あ、そうだ。息子？息子。これ白ネギ深いですか？白ネギ深いプラスほうれん草深い。ほうれん草深いプラスノキビア。ノキビア。ありがとうございました。ほんま、いえいえ、皆さんとこは大丈夫だったですか？なんか被害出たとこあるんじゃないですか？ちょっと味がなくなったぐらいのもんです。あ、ちょっとだけほんま助かりました。やっぱり人でもう人数のもんじゃね。ほんまですね、頭数のもんです。うん、うん、メールよちょっと。チンゲン菜焼き肉はどうですか？そうですね。肉がなくてチンゲン菜しかなかったチンゲン菜のステーキ。あ、岡田さんあっちにね、トマトとあれはまあピーマンを持ってて、ありがとうございます。お母さんたちもありがたいです、ね、はい、ありがとうございました。岡田さん最高、皆さん最高さあみんなのおかげで2頭ほど片付いて、皆さんが
帰った後に母ちゃんと2人で、あと3、4、5、6、7、8箱ぐらいちょっと収穫頑張ります。さあ母ちゃん、もう少しよ。それいっぱいになったら、あとこれとこれと一個ずつで終わりじゃけ。頑張ろう疲れとるがな母ちゃん。頑張ろう頑張ろう、もうちょいじゃ。まあちょっとこれ結構大変じゃけど、まあね、1万円でも2万円でもね、はい、そうそう、ないよりいいよ。今も収入ゼロじゃけ、日銭がゼロじゃけね。だけまあちょっとでも入ってくれば助かるよ。よいしょ、もうちょっともうちょっと。何時父ちゃん？今2時。これお昼ご飯なし？なしなし、これが終わるまで食わないね。はい、ラスト母ちゃん、これいっぱいにして、やっと終わりですよ。ご飯ご飯、それが終わったら飯飯。明日よ。はい、ほいじゃ母ちゃん、これあともうちょっとで終わりよ。これいっぱいになって終わりじゃけ、頑張ろうで、ね、まあほいじゃか、今日はほんま助かったね母ちゃん。ほんと助かったよ、ほんまね。感謝しかない、マジでね。ほんま人間は素晴らしいよね。うん、まあ原田さんがいろいろ呼びかけてくれて、今日はたくさんの人が集まってくれちゃったんだけど、あの原田さんと会ったのは、まあ、日本の力というドキュメンタリー番組で、まあ、詳しくは、まあ、前の過去の動画で分かると思うんですけれども、まあ、その日本の力という番組を通して、まあ、原田さんと知り合ったんだけど、まあ、まさに今日の皆さん、ね、手伝いに来てくれた皆さん見よったら、あれが日本の力よね母ちゃん、ほんま、あれが、あのパワーがある限りは日本の農業大丈夫なんじゃないかな言うて、ほんまちょっとこうちょっとカッコつけて言うようだけど、ほんまそういう希望の光が見えたというか、うん、わしら自身も元気がすごい出たというかね。はい、ほんま皆さん、まあもちろん見ていただいて応援のコメントをいただいとる皆さんも毎日言うとるようですが、ほんまにありがたいですし、今日来てくださった皆さん、原田さんをはじめね、たくさんの方来てくださいまして、ほんまにありがとうございました。本当感謝してます、はい、このご恩はね、いつか必ずお返ししてね母ちゃん、ね、皆さんが困った時には駆けつけますので。これはヘルピングハンドなよ父ちゃん、うん、ヘルピングハンド、ヘルピングハンド、ああ英語で言ったらそうなるかな、助け合い、そう、困ったら、ああ助け合い、そういうことか、それ人間の素晴らしいよね、うん、そういうことか。だから何があっても本当諦めないでよかったね。この雑草のごとく、雑草しぶといんだけど、このまあどういう生きる力いうような雑草に見習いたいよね、ほんま。何があっても Never give up、 一人じゃないから。そうやね、
はい、ということでね、ハッピーチンゲンサイチャンネル、今後も母ちゃんと確実に一歩ずつ進んでまいりますので、今後ともよろしくお願いします。本当にありがとうございました。ありがとうございます。よし、もうちょいで母ちゃん、取れ取れ、はい、持って母ちゃん、はい、ラスト終わりました。はい、ほいじゃあ皆さん、今日ほんまにありがとうございました。皆さんのおかげで綺麗にしてもらおうて、皆さんも大変な時にね、こうやって来てくださって、原田さんの一声でありがとうございました。ほいじゃあケーキ漬けと言いますかね、今後の、まあ僕以外にも今回農業で大変になってる人もおるし、それ以外の大変な人にも幸せが届きますということで、最後皆さん、ハッピーチンゲン祭ご賞はよろしくお願いいたします。それでは皆さん、ありがとうございました。ハッピーチンゲン祭、助かるのー。